よし、皆さん、ポケモン界の神、増田さんが一番好きなポケモン、何か知ってますか？そう、コダックなんですよ。で、使おうと思ってコダック育成してきたんだけど、こいつ見てたらとんでもない事実に一つ気づきまして、まあ、まず育成の仕方なんだけど、まあ、普通の、水星アタッカーですね。まあ、こいつは自分自身でダイマックスすることで、まあ、水技を大ストリームで打てて、天候を雨にして、まあ、そこから素早さ2倍で、まあ、水星で、制圧していくことができるんだけど、これ素早さ実数値、これ107っていう数値見てください。これ107を、まあ、水星で2倍すると214なんですけど、環境最速のドラバルト。あいつね、素早さ実質値213なんですよ。そう、そのドラパルトを1だけ、水水込みで、このコダック、上回ることができるんですよね。これはまさに、ドラパルトを殺すためだけに使えって、もう増田さんが言ってるようなもんなんで、まあ、今日は こいつを使ってドラパルトボコボコにしていきたいと。うっす、ランクまでやっていきます。362から、増田さん、俺のことを、応援しててください。いや、ちょ、普通にきついっていう。分かってたけど。分かってたけど、気づかないふりをしてただけだという事実を受け止めて、俺たちは前に進んでいかないといけない。何が一番きついかって、ゴリラ。てか、ゴリラ系統のグラススライダーに無限回ボコられることですね。まあ、コダック出さなかったらいいんち、まあ、相手はゴリランダー出してこないパターンもあるんだけど、まあ、この相手とりあえずゴリランダーいないし、まあ、割と水技の通りがいいんで、まあ、コダックから入って、コダックを大魔させるムーブを取るので、対面性能が高い化けの皮ってなんやかんやできるミミックとタスキー持ってるルカリオ。まあ、この2枚にしますか。コダックで出し勝てるポケモンなんですけど、ドリューズとかは出し勝ちですね。で、相手がステロを撒いて、先行してステロを撒いてくる立ち回りをしてくる人だったら、まあ、初手ドリューズとか出してくる可能性があって、まあ、そのドリューズを起点にコダックで抜いていくことができるんで、まあ、ドリューズ呼びコダックって感じなんですけど、ドラパルトから来ました。これはね、まあ、ビフリ。ビフリってか、もうガンフリ。ただ、まあ、相手の型次第と立ち回り次第のところがあって、まあ、タスキドラゴンアローみたいな動きをしてくるドラパルトだと、対面を仕掛けますね。てか、あー、オッケーオッケーオッケー。てか、相手がダイマックスを切ってこなかったら、まあ、いける可能性が高いプラス、デンジャーとか持ってる方とか、まあ、メガネ10万とかコダック死ぬんかな？なんかそういう高火力系が飛んでこない限りは大丈夫。火力アップアイテムがない、ドラパルトの攻撃は、まあ、基本的に何でも耐えるんで。いや、コダックの台はなんかね、太ってんだよな。あ、身代わりか。これ甘えてる甘えてる甘えてる。いや、身代わりは甘えてる。身代わりはコダックの大ストリームで絶対に割れるし、まあ、これで天候が雨になったんでね。まあ、水水で素早さ、ドラパルトとコダックの素早さ関係が逆転して切り返していけるっていう。まあ、ダイマー、ダイストリーム、水水アタッカーはシンプルに強いですからね。相手のパーティーにもキングドラとか入ってるし、まあ、今までの環境でいくと、ガマゲロゲとか、あとなんかいたっけ？なんかいた気するんだよな。あ、カジリガメだ。あそこら辺も雨と組み合わせなくても、自分自身が雨撒いていけるんで、まあ、ピンでも活躍できるってことで注目されてましたけど、これ大アイスでさ、相手のドラパルト倒せるんだけど、ちょっと待ってこれ、アンチシナジーじゃない？もしかして。いや、天候雨にしたから相手のドラパルトの上取れるようになったけど、これ大アイス打つと、まあ、相手のドラパルト倒すことができるんだけど、天候が荒れになって、コダックの上がったスペースが消えるっていう。ちょ。これ大アイス打たない方がいいか。身代わり残飯ドラパってことは、まあ、そんな火力ある技ないと思うんで、ここ大ストリームでゴリ押しする。ちなみに雨が降ってる状態だと大サイコより大ストリームの方が、まあ、タイプ1でパワー出るんで、まあ、ここは半減とはいえ大ストリームぶっ走していきます。コダックの技を打つ瞬間可愛いですね。目がくの字になってて、まあ、気になる人は巻き戻してみてください。で、身代わりで粘ろうとしてくるけど、まあ、ここはマジででかかった。身代わり貼られてたらもうこれも負けて終わってたけど、まあ、ギリギリ増田純一の加護があり、まあ、相手のドラパルトに身代わりを払わせずに、そのままドラパルト突破することができる。ちょ、そろそろ、じゃ、マジでいい加減勝たせてほしい。こんなところでさ、見てコダックの。いや、もう可愛いっしょ。こんなところで、あ、こんなところで、対戦動画撮影終わるわけにはいかない。増田さんも、このコダックの活躍を、見てくれてるかもしれない。諦めるわけにはいかない。とりあえず、対マンでドラパルト倒すことができて、フィールドをサイコフィールドにしたんで、先制技耐性もついてるんですよね。で、なおかつ、まだ雨が降ってるんで、素早さも2段階アップ中なんで、
相手、てか相手割とね、コダックきつそう。あれこれやっちゃいました？あれこれもしかして自分やっちゃいました？相手、相手これもしかして雨ただ乗りしてきてる？やめてやめてやめて。水星キングドラやめて。スナイパーにしといてくれ。絶対確定急所の。ちょちょちょ。もう最近もう YouTube キッズだったらもうキングドラはスナイパーだろ。急所こすられすぎてるから。うわー、どっちだろうわからん。まあこの大魔が、どっちの大魔なのかわからん。スナイパー大ジェットを狙いに来た大魔なのか、まあコダックのパワーを舐めないから、舐めずに、まあ一応大魔しとこうという考えのもとの、まあ、大魔なのかわかんないけど、いやこれ一発ね、上から最近入れれたらね、あ、最近でってかサイコショック入れれたら、めっちゃでかいんですけど、スイスイでした。スナイパーじゃなくてスイスイでした。やべえ、コダック。あの、言うてドラパルト持ってってくれたんだったらまだワンチャンあるけどね。まあ、こっちミミッキーいるんで、で、ミミッキーゴーストダイブあるんで、まあ、化けの皮とゴーストダイブ絡めて、相手のキングドラの大魔ターンカラスプラス、こっちが先に雨展開してるから、雨がもうすぐ終わるはずなんだよな。あと何ターンだ？オッケーオッケー、残り1ターンだから、ここダイブすることで、まあ、相手の大魔ターンも枯らせるし、相手に大ストリームも打たせないんで、打たせないっていう立ち回りができるから、2回目の雨展開を封じることができますね。で、相手のグドラなんか、命の玉とかでもないし、天候が雨じゃなかったら、まあ、ミミッキーは結構特殊耐久が高いポケモンなので、相手のグドラの水技は一発耐えることができると思うんで、ミミッキーのゴーストダイブプラス影打ちで相手のグドラを削りつつ、まあ、新速で相手のグドラ倒して、相手のラスイチが、まあ、何か、ルカリオで勝てるポケモンだといいんだけど、割と全部ワンチャンありそうなんだよね。まあ、タスキカウンターなんで、まあ、相手のウーラオスが水流連打、連撃の方だときついんだけど、アメパに入れてるウーラオスだから、まあ、しかも他に悪打点打てるポケモンいないから、まあ、ドラパ意識とかの一撃の方だと思うんだよね。で、ヤドランも、まあ、意外とこいつ耐久が高いように思われがちなんだけど、ガラルヤドランはそんな耐久がないから、まあ、コメットコメットでいけて、まあ、僕のルカリオ意地っ張りなんでね、コメコメでいけて、まあ、エースバーンも、まあ、ワンチャンあるということで。あ、ネットそれ半分入らないんじゃないっすか？これは、いっちょマスダさーんじゃ、このやけど痛いって。え、これさ、いや、やけどなかったらさ、だいぶで、グドラ処理できたでしょ。コダックが、やけどしたせいで、ぐっちゃぐちゃになって、負けまんた。おーい。あ、コダックじゃねえ。やけどしたのミミッキュだったわ。あー、裏切られちまった、ミミッキュに。はい、引き続き、対戦していきたいと。おやーす。これね、相手が初手カバルドンから来るんだったら、コダックさせるんですよね。あの、パーティー全体を、なんかカバルドンに弱そうな感じにしといて、まあ、ルカリオ、ストリンダー、ドラパルト、ミミッキュ。ここら辺はなんか一般的には対面カバルドンに弱いってされてるんで、ここら辺上4体で相手の初手カバルドンを誘いつつ、まあ、そのカバーを大ストリームで吹き飛ばしつつ、起点にしていくってのが、まあ、基本戦術なんですけど、まあ、相手のパーティー、ただね、ロトムがいるのがちょっと、きついっすね。まあ、サザンドラとか、まあ、エルフーンに関しては、大アイスで吹き飛ばせないこともないんだけど、まあ、展開次第ではね、ロトムだけは、まあ、このコダックから一方的に打点がないので、まあ、ちょっと苦しくて、割と初手に出てくる可能性が、まあ、ロトムってボルトチェンジとかで、まあ、様子見しやすいポケモンなんで、初手に出てくる可能性あるかなと思ったけど、カバルドンから出てきたんで、これは出し勝ちですと。はい、急に早口になりましたが、嬉しさのあまり、ちょっと早口になっちゃったけど、これは、まあ、受けてくるとしても、まあ、ロトムとか、まあ、そこら辺だと思うけど、結構バッコリ入ると思うんで、まあ、大ストリーム打ったけど、相手に突っ張ってきたんだけど、それはさすがにコダック舐めてる。コダさん舐めてる。まあ、カバルドンってその、まあ、HD ベースに振れば、まあ、ロトムのハイドロポンプとかを耐えるぐらいの、まあ、抜群でもね、ロトムのハイドロポンプとか耐えるぐらいの耐久を手にすることはできるんだけど、まあ、このコダックね、控えめ C とか、さらには命の玉、マスダ印なんで、しかも女の子。まあ、だから、カバルドンが HD ベースだったとしても吹き飛ぶと考えておるぬ。あ、気持ちいい！一撃で粉砕して、いや、これはでかいっすね。まあ、裏に、相手の裏のポケモン次第では、まあ、コダック切り返されるんだけど、まあ、初手で一匹持ってってくれたってのが大きくて、まあ、天候も雨にしたから、まあ、これプラスアルファの仕事が、まあ、この対戦中に見込めるんで、え？ここハッサムなの？ハッサム、これロトムいないな。
ちょっとダイバーしてこなかったんだけど、タスキハッサムでいこうかな。なんかハッサムエースバーンに弱いから、まあ、タスキカウンターとかいるって聞いたけど、なんか死んだんですけど。あれこれさ、ハッサムから入ってこなきゃいけなかったってことはさ、相手のラスイチこれリザードン説が、あれあれこれやっちゃいました。もしかしてコダックさん、これ三立てカースフーブ来た。A ボタンポチポチゲーム。あれあれこんなんで終わっていいんすか。なんかすげえあっさり終わっちゃったんだけど、なんか意外ともうちょい苦しい展開続くかなと思ってたんですけど、まあ5連敗、5、6連敗ぐらいしたのかな、してて、このままだと一生終わらないのかなと思ったけど、あれこれマスターさんもしかして助けてくれた俺のこと。マッチング操作してくれたね、これ絶対ね。裏で。あ、コダック、コダックで検索して、ランクマコダックで検索して、あ、コダック使ってる人おるやんみたいな感じで、なんか有利そうなパーティーと当てたろみたいな感じで、これ絶対裏でマッチング操作してただろ。ありがとうございます。はい、引き続き対戦していきたいと思います。まあ、カバルドン入りなんで、まあ、さっきみたいにワンチャン初手コダックから崩せるんだけど、ゴリラがいるのがちょっときついっすね。ゴリラ来るかな。まあ、一応コダックから入って、ゴリラ来なかったらイージーウィンできるから、コダック。で、ゴリラ来た時に、なんか一回ごまかしに行ける、投影キッス。まあ、ラストは、まあ、相手のスピンロトムとかの展開をバキロカワーって無効化しに行けるミミッキュ。これで、行きたいと。おはようございます。なんか、少し前に、サルノリバチンキーゴリランダーの3体だけで潜るみたいな動画上げたじゃないですか。あれに比べるとね、だいぶ楽だね。まあ、おもちゃ1匹しか入ってないんで、まあ、選出して、勝つのを取りたいけど、まあ別に選出しなくて戦ってもいいし、動画にしなかったらいいだけなんで、まあ結構、前回よりは楽ですね。コダックから入ります。てか、気づいたけど、いつもバチンキーっていうおもちゃ使ってたから、まあ多分コダックとね、バチンキー性能的にはね、同じくらいですね。で、これ出し勝ちで、おい、引いてくるかな。いや、これ舐められてると思うんでね。あー、オッケーオッケー、突っ張ってきてくれた。まあ、その、コダックの火力わかんないし、これ全然パワーなさそうじゃん、見た目的に。まあ、実際パワーないんだけど、命の玉とかで補強してあげないと。まあ、だから、カバルドンの耐久に信頼を置いてる人だったら、まあ、一発ぐらいやだったら耐えるやろう、みたいな感じで、まあ、首とかから入ってくる可能性の方が高いかなと思って、まあ、カバから来るかなと思ったけど、まあ、これ吹き飛ぶんで。かわいいっすねー、かわいいっすねー、可愛いしか言えなくなっちゃった。マスダさんが好きなポケモンだからすごい可愛いわ。で、一撃で吹き飛ばして、まあ、問題は、ここからゴリラが出てくると切り返される可能性はまああるんだけど。あ、ミミッキュあれこれゴリランダーいないぞ。あ、いけるいけるいける。相手がやってくる行動は剣の舞か、化けの皮絡めた剣の舞、無理やり剣舞か、まあ、ゴーストダイブ使ってこっちの大魔ターン枯らしに来るかの動きなんで、大サイコ打って、まあ、相手は影打ち打てないようにしておきます。これで先制技を封じつつ、まあ、意外とこの大ストリームプラス、コダックの耐久のなさプラス、大サイコの相性がいいっていうね。で、当たってないけど、まあ、瞑想サイコショックなんで、まあ、ラッキー入りの、ラッキードヒロみたいな並びもすげえうまく展開すると、まあ、崩しに行ける可能性がなくもないと。受けループすら破壊できるっていうね。剣の舞か。ってことはおそらく次ダイマックスから入ってくるんで、まあ、コダックの仕事量としてはね、もう十二分すぎますね。初手のカバ一撃で持ってってくれて、まあ、ミミッキの化けの皮剥がして、まあ、ダイマー切ってきた。オッケーオッケーオッケー。え、めちゃくちゃでかい。このコダックの仕事量やばい。見てますか、マスダさん。あなたの愛したポケモン、ランクマという戦場でも、とんでもない輝きを見せてますよ。このコダック。黄色に光ってるもん。金色黄色にマジ光って、対戦環境の中で輝いてる。まあ、これはね、まあ、耐えられるんだけど、まあ、雨降ってて弾とはいえ、まあ、コダックの火力だし、まあ、ミミッキーは特防が結構高いんでね、まあ、耐えられるのはしゃーないんだけど、まあ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 。これさ、あ、トゲキススカーフなんだよね。スカーフだから相手のミミッキーより先手で動けるんだけど、マジシャで落とせるかな？落とせないんだったら、キス。あ、弾か。でもこれ落ちそうだな。ってなると、キッスから入りまして、相手ダイマックスしてるんで、先制技打てないんですよね。影打ち使えないんで、あ、ちなみにサイコフィールドだから影打ち打てないだろっていうエアプに対しては、トイキッスは浮いてるんで、サイコフィールドの効果を受けずに影打ち当たりまーす。相手のラスイチが何かだけど、
まあ、立ち回り的にゴリランダーではないと思うけど、まあ、ゴリランダーだったとしても、キッスで詰めていけるんで。まあ、ラス1ね。エースバーンだと思うんだよね。特性水水が発動してる。あ、ルカリオだったわ。ルカリオは、まあ、ルカリオも勝ちか。マジシャープラス、あ、バレッタには伝えますね、多分。マジシャープラス、裏のミミッキュで詰めていけるんで。まあ、どうっすか？カバルドン入り展開に対して、こう強いコダックってポケモン。あ、ちなみに、同じ水星アタッカーなら、ガマゲロゲとか、まあ、キングドラとかでもいいじゃんっていう、あの意見に関しまして、ちょ反論させていただくと、まあ、あいつらも警戒されるんですよね。大ストリームでカバが起点にされるっていうのは、カバルドン使いからしたらもう分かってるんですよ。だけど、コダックなら警戒されないんですよね。なんだあのおもちゃみたいな。何あのおもちゃ、別カバルドンから入っていいやんみたいな。そういう油断を誘って、その油断につけ込み、切り返していけることができるのが、コダックの強みです。何より評がつける。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。